こんにちは。今日は鈴木妙子さんの透明水彩の素晴らしいお花の絵の個展をご紹介いたします。場所は銀座1丁目の後藤ギャラリーです。花は私を幸せにしてくれて、私は花を見て絵を描き、その花に命を吹き込む。鈴木妙子さんの個展は10月28日土曜日まで、中央区銀座 1-7-5 銀座中央ビルの後藤ギャラリーです。このチャンネルでは私が選んだアート情報を配信しております。励みになりますので、よかったらチャンネル登録と評価ボタンをよろしくお願いいたします。それではコメントください。